はようございます。セブライフの友です。以前ねコメントで、豚のひづめが気になりますというコメントがあったので、あんまりね大きな豚のひづめあんまり見れないので、あるな、子豚のも見ようと思ったけど、まずじゃあこの母豚のひづめ見てみますね。はい、まあ、指というのかな、4本前に2個、後ろに2個っていう感じでね、こんな感じで4本あって、でワンちゃんみたいにね肉球があります。肉球大きくなってもねずっとプニプニしてます。豚をさばいて売るときとかにプニプニしてるなと思ったりしてます。で赤ちゃんの見てみようかな。嫌がるよな、ごめんな、ちょっとだけ見せて、起きちゃった。捕まえたら泣くよね。捕まえたら余計ひづめ見づらくなるな。ちっちゃい子のだったらごめんな。よいしょ、はい、よいしょ、ごめんね、ちょっと指見せていい？よいしょよいしょよいしょ。見えるかな？4個やってプニプニしてます。よいしょ、はい、ありがとう、怖かったね。よいしょよいしょ、はい、あんな感じで4本あってプニプニしてます。で赤ちゃんだとね、まだ今生後1週間ぐらいですが、よちょっと触らせて、まあ爪ね、ガッチガチに硬いというよりかは、なんだろうな、人の爪ぐらいの感じかな。そんなガチガチに硬いわけではないですね。よ、全然触らせてくれない。はい、ライト消えちゃった、よいしょ、あら、ライト消えたのか。はい、こんな感じですね。で、赤ちゃん生まれてすぐはね、爪にね、爪キャップっていうのかな、こう爪に爪が丸く、こう丸くね、巻き爪みたいになってて、グミみたいな、なんていうんだろうな、グミみたいな感じですんごいプニプニしてるんですよね。もっと柔らかい、グミなんかよりもっと柔らかいな、なんだろう、まあとりあえずぬるぬるしててね、こう爪が巻いてあってプニプニしてて、まあそれはねお母さんのお腹の中を傷つけないためにそうなってるんだと思うんですが、生まれてすぐ、こうやってね生まれてすぐこうよち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 歩いてると勝手にポロって取れてます。ですね。で結局ね大きな豚、沖縄とかだと、豚足は別に沖縄は限らないかな、豚足食べるときとかはね、爪とかないと思うんですが、もちろんね、さばいたりするときに爪を剥ぎます。で、そのときにね、爪、多分牛とかだとものすごいね、牛とか馬とかだとなんかこうものすごい爪がっちりしたので覆われているようなイメージだと思うんですが、豚はね、本当に表面だけ、本当に人の爪みたいな感じですね。表面だけ硬い爪があって、あとは柔らかいので、さばくときに爪をね、こうカポって取ります。ナイフとかでこう、爪の根元のところをこう刺して、グクって押すとね、爪がそのまま、こういう感じでカポって取れます。で、柔らかい部分の指の柔らかい部分になって、そういう風にして食べるんだと思います。なんだこの鳴き声は。初めて聞く鳴き声。どうした？キュッ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 って嫌なことあった？はい、ひづめ大丈夫かな、こんな感じでちゃんと、なんかそばかすみたいで可愛いな。ちょっとね、じゃあ最後はどうしようかな、あのこげ茶の豚のひづめ見てみようかな。だいたい
白いピンクの子豚の子は足もピンクなので、ちょっとごめんね、うわ捕まえられそうっていう顔してる。あよし、はいはい、ありがとうね。ということで、焦げ茶の豚はひづめもね爪も茶色、焦げ茶でしたね。うん、まあ中にはね茶色豚でもこう足の先だけ真っ白の白いね長靴を履いたような子もいます。そういう子は多分足も白いと思います。なんか前テレビで見た宮崎か鹿児島かに何だったっけな、六白豚みたいな、五白豚みたいな、何だったっけな、足と足を4つと鼻かなが真っ白で、あとは黒いので、1、2、3、4、5、5白豚みたいな、そういうブランドの豚とかもいたような気がします。なんかテレビで見たような気がするな。はい、まあね、こっちでそういう色とかそういう特徴ごとにね食べ比べとかできたらね、まあブランド化とかもできるんだと思うんですが、やっぱりねフィリピンの方はこの美味しい豚肉、油がなんか上質な豚肉とかそういう風に分けたとしてもね、結局、需要がないと思うので、難しいですね。はい、ということで、ひづめ見てみました。肉球がねほんとプニプニでめちゃくちゃ気持ちいいです。お、登れんのかもう。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。